ビデオカメラのデータ復旧を行いました。大阪府のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR PJ590。 ビデオカメラが故障して正常動作しなくなった E9401 というエラーコードが表示され、内部メモリーエラーと表示されているという状況です。データ復旧処理を行い、12時間23分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。